はい、どうもこんにちは、メジンです。今回のモンストは、ですね、今はまあちょっと来てセルケトに挑戦したいと思います。まあ一人なんですけど、セルケトに挑戦したいと思います。こいつの究極多分確か1回って負けてるんですよね。ニューもクリアもついてないってことは、まあこいつに負けてるんで、あの時の借りを返しに行きます。で、まあ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 、ダメージオールが必須っぽいんですけど、まあここはルシファーで行きますかね。で、パーティーは、こっちですね。ダメージオール持ちと、あとここ、サソリが出てくるっぽいんで、あの、サソリ対策で、あの、今、友情コンバがショットガンですね。の、ミカエル、神化を連れて行きます。2体なんで、200発出ます、これね。ですね。1体で100発なんで、200発。は出ます。しかもゼウス入れてるんで、確実に200発は出ると思います。まあこれでいけますかね。まあストライクショットの火力は、まあゼウスとルシファーだけなんですけど、まあ多分道中は余裕ですね。もうサソリをボコボコにしてやりたいと思います。よっしゃ。あの時のリベンジを。あ、いきなりいますね。で、まあ一応ここダメージオールで固めてるんですけど、まあ仮に、重力バリア、アンチ重力バリア持つのモンスターとかいたら、このチーターを先に倒してればまあ問題ないんで。うえい、やば、強い。これえぐいぞ。これやばいぞ。よいしょ。さっきそういえば、ヒット数200いったけど、あれやったな。まあもうサソリはこれ怖くないんで、正直。ハート取っちゃいましたけど。まあまあまあ大丈夫ですね。ゲージショットを見せらなければ。もう余裕です。いいえ。まあ、こいつはもともとダメージオール持ちなんで。OK! よし。近距離から行けばだいぶ、これ効きますね。もう終わらせますか、ハート取って。ハート2個あるな、でも。2個ハート取って、終わらせます。ハート1個取れませんでした。OK、死んでない、ラッキー。うん、また。しかもまたショットガンと。やばいですね、これ。ミカエル2体。もしミカエル4体だと、サソリはもう敵じゃないです、ここ。OK。次はどっちのミカエルや。あ、なるほど。よし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 。まあ、楽ですね、だいぶこれは。まあ、あと、劉備とか、真田がいても、全然楽に倒せるとは思いますけど。サソリで多分ここ苦戦してたと思うんですけど、まあ、負ける人の大概もこのサソリの毒でやられちゃうっていうパターンが多いとは思うんで、まあ、1回28とかいきますからね。これはまあ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 多分もう行くんで回復して、よし。で、まあ当たれば終わりですね。まあ、余裕のバトル2クリア。もういきなりか。ゼウスが撃てないですね、これ。連れてきた意味があまり。サソリ、下。これ、こっちに当たればすごいんじゃないか？よし、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 よし。255？ え？でもハート出てきてない？当たって当たって当たりまくると思う。とにかく当たる。で、ハートを出してくるんですね、もう。この戦法、最強ですね、これ。よしよしよし、ええぞ。これで、ね、サソリも葬り去った。あとはボスを中心に。ああ、デュースに当たってほしかった。よし。オッケー。何なのよ。
ミカエルですよ、この子は。またかい。これはまあ適当にも。ミカエル、いいですね、これ。2体持っとってよかったです、こいつは。よし。まあ、ここも。オッケー。よいしょ、よいしょ。一発で沈めるかも。あ、あちゃ。よし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 。あと、ミカエルのスタリフショットは、まあ、確実にハートが取りに行けるんで、多分ですけど。まあまあ、あ、ミスった。もう、重力バリアとか貼ってある、あ、届かないとか、まあ、あるとは思うんですけど。すごい、もう常時100超えてますね、これ。よいしょ。おい、やばいやばいやばい。こんな連射式のショットがあったら僕も欲しいですね、これ。グラセフで使いたいですね、あのオンラインで昔やられた記憶があるんですけど。まあ、練習はされてないですけどね、ショットガン。もうラストゲージか。ゼウスから、まあ、毒がちょっとうざいんで、サソリの。なんで、とりあえずこの上を、もう、やっちゃいますか。で、まあ別に今これ貫通なる必要ないんで、まあスピクリギリいけるか、どうかなんですけど、これで、ルシファーでどれだけ食らわせることができるか。どういこうかな。これで。はい、よし。よし。まあまあか。まあこれはまあ暴れたら。おい。ハートが出てきやすいんで、楽に戦えますね、やっぱり。取ってきますかも。よし。スピクリは無理でしたね。ちょっとなんか無駄にやっておきますか、これ。このハートがでかくなる瞬間を。よいしょ。うい。よいしょ。決めてしまえ。うわ、あと一撃で、まあこれはもうおさらばですね。よし、この鬼のようなショットガン、信じてください、現実を受け入れてくださいね。まあ余裕のクリアでしたね、ここは。まあサソリがいるとこなんかは、まあ、こういう友情コンボがもうごっつい数を生み出せるやつ。なんかシールスであったり、サラダ、あとは、リュービか。と、まあ、ミカエルですかね。思いつくのは。多分他にもいるかと思うんですけど。もう、ホーミング18発のやつでもいいと思うんですけど。よし、ラグ、ようやく90やん。フレンドの上限は上がってないのか。よし。というわけで、まあ、今回は、セルゲドに挑戦しました。まあ最強のパーティーでしたね、これ。まあスピクリは逃しましたけど、まあ濃紺は余裕でいきました。で、まあサソリを倒すには、ミカエルだいぶおすすめなんで、持ってる人はぜひ連れて行ってみてください。というわけで、今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。